本名、坂井紀子。別名義、坂井紀子。生年月日、1971年2月14日、44歳。出生地、福岡県福岡市。血液型 B 型。職業、女優、歌手。活動期間、1986年、2009年、2012年。配偶者、独身、離婚歴あり。主な作品。一つ屋根の下。星の金貨。1986年、昭和61年にアイドルとしてデビュー後、自らをノリピーと名乗っていた。同時に、ヤッピー、いただきマンモス、ウレピーといった独特の言葉のノリピー語も流行させた。デビュー当時のキャッチフレーズは、おキャンナレディ。今月19日、大阪、雷舞座京橋劇場で開催中の平成の良太郎こと俳優大川良太郎が、座長の大衆演劇、劇団クスオ、クスオにゲスト出演することを、一部スポーツ紙が報じている。記事によると、坂井は新曲を含む3曲を歌い、大川がバックで踊るという。もともと坂井のファンだった大川は、初共演だから仕方ないが、将来は一緒にお芝居もできたらと、早くも再共演意欲を見せたというが、気になるのが坂井の近況だ。以前は、西日本で1本100万円とも言われる、パチンコ店での営業を中心に仕事をこなしていることが報じられていたが、所属事務所の公式サイトによると、今月は、同公演のほか、千葉と大阪の夏祭りに出演。パチンコ営業は、マスコミに散々書かれ、中学生の長男がいろいろ気にするのではと思い、もう入れないことにしたようだ。その代わり、パチンコ営業ほどのキャラは得られないが、夏祭りの営業を入れているようだ、音楽関係者。坂井といえば、ペキウサギなどのヒット曲があるだけに、夏祭りのゲストとしてはかなり豪華。しかし、未だに、あの事件の影響で、民放各局からは、全くオファーがないのが現状だというのだ。09年に覚醒剤事件で執行猶予付きの判決を受け、とっくに執行猶予期間が終わっている。ところが復帰後に民放キー局の番組からの出演オファーは0本。主演映画空の森は来年公開予定となっているが、未だに配給会社が決まらない状態。それ以前に上映してくれる劇場が見つかっていないようだ。事件そのものよりも約1週間の逃亡劇の末に警察に出頭したのが、あまりにもイメージが悪すぎて、民放各局は、どこかが先に使ったら使おうという探り合いの姿勢、芸能記者。坂井が再浮上するのは、まだまだ難しそうだ。